斉藤幸乃は日本のタレント。関西を中心に活動している。夫は歌手で作曲家の松ヶ下博之。マイムプロ所属。血液型 A 型。総合中学校、高等学校を経て2008年に総合大学音楽学部を卒業。2004年から2008年の間、ガンバ大阪のチアリーダーとして活動。2009年には、 大阪モーターサイクルショー大阪オートメッセでイベントコンパニオンとしてダンロップを担当。2011年から始まった大阪マラソンの第1回大会第1回大阪マラソン大阪マラソン2011に自らの出演番組朝をワイドス、マタンから参加6時間17分14秒で感想を果たす。2013年 水田たから、英えとこす PR 大使に任命され、同年3月23日に、万博記念公園で行われた、万博鉄道祭り2013にて、井上哲也水田市長より、PR 大使の委植状と名刺を受け取った。2018年4月30日、歌手で作曲家の松賀下博之と結婚したことを、発表した。2018年7月以降これまで、 レギュラー出演していた、つ、またん、を欠席し、2018年8月31日公式ブログ、および同日放送された、つ、またん、で解任したことを発表し、同年9月11日より、約2ヶ月ぶりに、番組へ復帰した。復帰後はこれまでは、週3日の出演であったが、火曜日の週1日となっている。同年12月25日の出演をもって、 産休入り。2019年3月3日、自身のブログで、第一子となる長女を出産していたことを報告した。出産から半年後の9月6日より、約9ヶ月ぶりに、またん、え、復帰した。現在過去、ありがとうございます。